バクストお茶の間プレゼント、どうもすいません何で謝った、はい、この企画はですね、はい、日頃こうお世話になっているユーザーの方々に、うん、バクストからプレゼントを差し上げてしまおうという企画でございます。どうもすいません、ありがとう、なんで、はい、ありがとうございます。誰の真似をしてる、ね、誰の真似でしょうね全然見えてこないんですけど、はい、見えてないじゃん。まず最初の一つ目の商品はですね、はい、ウォークマン一体型ヘッドホン、あるいはヘッドホン一体型ウォークマンです。ありがとうございます。こっちでもいいです。こちらですね、非常にこうコンパクトになっておりまして、これジョギングされる方とか、うん、そういう方にこう非常に使っていただきたい商品でございます。これウォークマン、これ新商品で全然伝わってこないですけど、どういうものなんですか。ウォークマンです。ウォークマンは分かります。ウォークマンです。あの5商品の方がですね、こちらの3パターンになっております。ものがないんですか。ものですか。今まだあの手元にないんですね。まだあの発売されてないということで。ああ、じゃあ新製品が。そうなんです。新製品がお手元に届くかもしれません。かもしれませんって当たるでしょ、ちゃんと。当たります。ちゃんと3名の方に当たります。はい。どしどしご応募ください。はい。はい。続いてはですね、続いてのプレゼントは、こちらでございます。うん。JCB ギフトカード5000円分です。おお。こちら3名です。すごい。はい。いただきますか。いただきます。こちらを3名様、おお、5000円分なんで、はい、あらら、ほんと入ってますね。こちら、うん、こちら5000円分ちゃんと入っておりますんで、これいろんなところで使えるんですよね。いろんなところで使えます。全国共通でございます。これあら、百貨店デパートなのでお使いいただけるという。ありがたい。はい、こちらを3名様に、はい、プレゼントいたします。何買いますか。何、吉川さんが当たった暁には何を買いますか。うん、やっぱりソニーの製品を買います。ありがとうございます。すいません、バックスト T シャツサイズは XL のみになります。でかい、でかいな。よろしくお願いします。ちょっとでかくないですか。はい、これはでかいんですけども、裏はどうなんですか。 裏ですか。裏はバックストくんです。すいません。サインとか入れてもらえないですか。あ、入れます。サイン入れます。あ、本当にサイン入れます。あ、はい、サイン入りで、はい、ですか。よろしくお願いします。はい、お願いします。ぐちゃぐちゃです、すいません。ほんな、それは引っ張んなさいよ。すいません。はい、続きまして、こちらのバクストのステッカー、おお、こちらはですね、何名様でしたっけ。5名様に、はい、いたします。これは何枚ですか。これは5枚一組として5名様いりますかね、そんなに。ええ、恩師はそうか、恩師はそうか。これ使っちゃダメでしょ。我は元は言った通り、これ4名様なっちゃうじゃないの。エルミスタイム。こういうお使い方もいますんで、あの、はい、まあ、もう教師みたいなお使いになられるんで。すいません、なんでやねん。なんでやねん。なんでやねんって言うと、何ですか。え、なんでやねんとかよくお笑いだよ。お笑いです。怖いよ。はい、お笑いでございます。怖いもん。お笑いといえば太田プロ、太田プロね、はい、太田プロライブのチケット、うん、招待チケットをプレゼントいたします。おら、招待チケット、はい、招待チケット、チケット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 、買うってことですか。招待、そうです。あら、ご紹介いたします。ご紹介、ご紹介1800円からです。すいません。あ、もらえるのか買うのかどっち。あげましょう、今日は。今日あります。あー、本当ですか。漏れなくですね、太田プロチケットに漏れなくもう1枚つけて、何を2枚というか、おうおう、プレゼントいたします。おら、なんでやねんっていうことで。そんな人いないですよ、太田プロに。一人もいないということでね。お待ちしております。はい、ぜひください。本当に大放出ですからね、これ。あの、1周年記念っていうのはやっぱお祭りですから、うん、7タイトルもありますから、ね、まあいろいろね、いただけるんでしょ。はい、どん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 ね、応募してもらえれば、はい、どん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 出しますんで。あんたは出すわけじゃないんだよな。そうなんだよな。そうでしょ。そうなんだよ。代理なんだよ。代理で出しますんで、僕はね。ねえ、バクストさんからね、
ソレット3からそうですよ、もう太っ腹ですか、これ自分が出してるみたいな感じなんですよね。いいじゃないですか、そんなもんいいですよ、じゃあいいでしょ、別にね。ということで、はい、はい、どしどしご応募ください、お待ちします。